俺のこと怒るのに。ミナト、ちょっとストップ。38度1分、完全に風邪ですね。朝ごはん作らなきゃ。ダメ！何すんだ！寝とけ！港兄さん、病人に手荒なことをしてはいけない。はい、朝ごはん。ごめんな、朝ごはん作れなくて。何を言う、病人の仕事は安静にしていることだ。兄さんに代わってできる限り家のこともやっておく。お前たち、ありがとう。いい子に育って。ハヤト、横になってもいいぞ。任せろ、俺が支えてやれ。あ、どれ。うん、喉が赤いね。食欲は？あんまり。頓服の解熱剤出しとくから、38度5分を超えて辛いようなら飲んでね。薬飲んで寝ればすぐ良くなる。俺いつもそうだもん。うん、兄さん大丈夫？熱がまた高くなってる。え？39度4分。頓服の解熱剤。兄さん、飲んで。大丈夫かな、ハヤト。今、俺たちでできることは全部やったと思うよ。マジ心配だ。大丈夫なのだろうか。ダメだ。下がるどころか上がってる。薬がっていないんだろうか。もう一度病院へ行った方が。兄さん。ごめん、大丈夫。ハヤトがいなくなる。ハヤト。助けて。ハヤト君は？まだ熱が上がってて。休日の当番医に連れて行くわ。それからおばちゃんが戻ってきて。ただいま。点滴してもらって落ち着いてきたから大丈夫よ。念のため私今夜はそっちに泊まるわ。おばちゃんは夜中時々起きて隼人の様子を見に行ってた。38度5分以上で頓服、夜は時々様子を見に行く。ハヤトは回復までに5日を要し。やっと治りました。巫女にも移るが1日で回復。おばちゃんは1週間寝込んだ。どうせ私はどうしよう。さっきお粥できたぞ。ごめんなさい。